はい、皆様こんばんは。仏教哲学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はこういう検証をしてみたいと思います。はい、本山松次信徒、まあ、法華経のシステムはこれは一体誰が作ったのかと、また退席時給制日中かと、まあ、こういう検証ですね、はい、やってみたいと思います。はい。で、これについてはですね、まあ、日蓮宗主の内部で、まあ、要するに寺院を移籍したらですね、お前はその地獄に落ちるぞっていう指導がもう頻繁にですね、随所で行われてると、いうことで、そのクレームがですね、もう仏教哲学研究会に頻繁に入ってきてるんですよ。はい。で、特にその中でもひどいのがですね、まあ、前から取り上げてるひげ親父軍団、それから妙観光、それから本仁寺、それから法道院、大願寺、広本寺、大宝寺、増大寺、仙徳寺、光明寺、大観寺、妙正寺なんていうふうなところがあって、そこにももうあるんですよ。はい。まあ、ひげ親父軍団のクレームはもう前から取り上げてますね。もう、ひげ親父軍団から、よそに行きたいって言ったら、もうお前は地獄に落ちるぞ。っていうことをですね、執拗に、言われて引き止めてると。あるいは、妙観光もそういう指導をしてるってことで、仏教哲学研究会にクレームが入ってますね。で、本仁寺っていうのは、東京の墨田区にある、まあ結構信者さんが多いとこなんですけども、ここはまあ10年くらい前ですか、大きなちょっとトラブルがあって、信者さんがダーッと移籍したんですよね。その事件で、その住職が、そんな移籍したら地獄に落ちるぞってことをですね、もう信者さんの前で言ってるということでございます。それから報道員もですね、その、こういうクレームがあるんですよね。まあ、その、もうやめたいとかですね、言うと、もう必要な引き止め策をしてるということでクレームが入ってます。それから、大願寺っていうのは、その、東京の新宿区にあるお寺で、ここ昔、二条法師が住職をしていたことがある寺院なんですけども、その二条法師が住職をしていた時代にですね、その中でやっぱりその日曜法師とトラブったか、あるいは信徒同士のトラブルで、その信者さんがずっと妙蓮寺に移籍したんですよね。はい。そしたら、その移籍したら地獄に落ちるぞっていうことをですね、その言ってるということでございますね。それから次は広本寺っていうのは、これ山口県にあるお寺、大宝寺っていうのは北海道にありますね。はい。それから、上大寺っていうのは、関東、栃木県にあります。はい。それが、仙徳寺っていうのは東京の世田谷区ですね。はい。それから、光明寺っていうのは大阪です。それから、大観寺っていうのは横浜にありますね。それから、妙正寺っていうのは神奈川県の厚木にあります。まあ、こういったお寺。まあ、ちっちゃいお寺は、まあ、その地方の寺院からですね、最近そういう、その、移籍したら地獄に落ちるぞっていうことを言われてるということで、クレームが入ってますね。はい。まあ、こういうところはですね、その、釈仏成果が上がってないお寺で、その住職が、その、釈仏請願目標が達成されてないってことで、その釈仏推進指導会に、その、呼び出されて、そこで、ゴリゴリ、その、締め付けられて、吊るし上げられて、これは信者が動かねえからだってことで、その信者さんに、その、いろんな圧力を加えて、それで圧力を加えられた信者さんが、そんじゃそんなことやれなんたら、もう、よその寺院に行きたいとか言ったら、お前は地獄に落ちるぞって。まあ、こういう、大体、もう、パターンが決まっちゃってますね。はい。そうしてくるとですね、じゃあ一体これ誰がですね、こんなシステムを作ったのかと。信者が地獄に落ちるシステムだということですよね。だからその、本山松次法華経っていうシステムっていうのは、要するに信者が地獄に落ちるシステムをわざわざ誰が作ったのかというクレームも来てるわけなんで、それで、このテーマについて検証してみたいということでございます。
でですね、じゃあこの本山末寺信者法華経っていうこのシステムは、まあいつできたのかっていうと、別にこれ仏教のもともとこういうシステムがあったわけじゃないんですよね。はい、時代とともにできたと。で、いつかと言いますとね、まずね、押さえておかなきゃいけないのが、まあ日本にその仏教が伝来してからですね、鎌倉仏教が出る以前は、一般庶民はまだその仏教を信仰していなかったということですよね。だから、これはまあ前から動画で取り上げております。で、検証してきてますね。一般庶民はまだその仏教を信仰していなかった。仏教を信仰していたのは天皇とか皇族とか公家とか貴族のみだったんですよ。はい。だから、その鎌倉仏教以前の大きなお寺っていうのはですね、その天皇とか公家とか、あるいはまあ平安末期になると武家も入ってきますけども、そういう有力者の手厚い保護で成り立っていたわけですよね。法隆寺とかね、宇治の平等院とか、そういう昔からのお寺ってありますよね。そういうのはみんなそうなんですよ。東大寺もそうですし、興福寺もそうですね。はい。だから、そういう有力者の手厚いその保護で成り立っていたんで、その寺院の観図っていうのは直接その天皇とか公家とか武家と直接対面して、その供養とか普通をもらってたわけですよね。だから、その末寺の 住職の下でやれとかですね、そんなこと天皇に対して言うわけないですよ。そうですよね。そんなこと言わないですよ、天皇に対して。あるいは公家とか貴族に対してもそんなこと絶対言わないです。身分が上なんだから。はい。だから、そんなね、本山末寺信者っていう、こんなシステムは、その当時は存在してないんですよ。はい。だから、この本山末寺信者のシステムっていうのは、これ仏教古来のシステムではないと。まあ、こういうことでございますね。はい。それでですね、一般庶民が仏教を信仰したのはですね、要するに鎌倉仏教以降ですね。南無阿弥陀仏、あるいは座禅、あるいは南無妙法蓮華経が出現した鎌倉仏教以降において、その庶民が仏教を信仰するんだと。南無阿弥陀仏を唱えるとかですね、南無妙法蓮華経を唱えるっていうのは誰だってできますからね。座禅だってことこそってありますからね。はい。ということで、それ以降、一般庶民が仏教を信仰するようになったと。はい。で、まあ、日蓮もですね、鎌倉仏教の開祖の一人なわけですよね。はい。で、日蓮在世当時はどうだったかっていうと、まず、日蓮自身が辻説法をしたりですね、日蓮自身がいろいろな人に布教をしてですね、日蓮の布教で日蓮に帰依した僧侶とか信者さんがたくさんいたわけですよね。その六郎荘の 日宗とかそうですよね。そういう人たち。あるいは、四条金吾とか、富木常忍とか、阿武坪とか、工藤義孝とか、もうそういう人いっぱいいますよ。まあもう日蓮が布教して、日蓮の布教によって日蓮に帰依したというわけですね。はい。で、その後、だんだんその布教が拡大していってですね、六老荘とか中老荘の布教で日蓮に帰依する人が出てきたということですね。例えば、覇気実長っていう人がいますよね。身延山の地頭ですけれども、この人は日光ですね。六老荘の日光の教家で日蓮に帰依したということですよね。だから、まあ、日蓮の財政の、まあ、後半ぐらいからですね、そうやって、六老荘、中老荘の布教で、その日蓮に寄与する人。だから、日蓮がいて、で、そういう、まあ、六老荘とか中老荘の僧侶がいて、そしてそれで信者っていう、まあ、大体まあ、そういう序列ができてきたということですよね。で、もう一つ押さえなきゃいけないことなんですよ。はい。で、当時の一般庶民は、今と違っててですね、こんな学校があったわけじゃない。わけですから、文字の読み書きができない人が大半だったんですよ。じゃもう一部いますよ。読み書きできる人がいた。日蓮の門下でも、比企大学三郎っていう人は、読み書きができた人ですけど、あんな人はもうほんのわずかであってですね、もう大半の人は文字の読み書きができなかったんですよ。
で、信者さんどころか僧侶でも読み書きができない人がいたんですよね。もう学校がないわけだから、どっか入門してですね、それでその僧侶の学校でも行かないと、なかなかそういうことはできない。はい。で、僧侶でもそういう感じだったわけですから、例えば日蓮が、例えばまあ遺文とか書いてもですね、手紙を書いても、誰かその有能な人、能力の高い人に読んでもらわなくては読めない、誰も読めなかったわけですよね。はい。だから、当時はですね、信者さんの大半が、文字も、の読み書きもできないわけだから、そんなね、誰の弟子だからどうだとかって、まあ、全くなかったわけじゃないけれども、そんなこと言ってる場合じゃないわけですよね。僧侶のと信者の接点はあったけども、まあ、教団として、なんか細かい筋目とかですね、組織化があったわけではないということですよ。はい。それはまあ、僧侶と信者の関係においてそうだったんですけど、でもね、まあ、日蓮を中心とする僧侶の社会、僧侶だけでも見ると、まあ、今で言うですね、僧会に近いものはあったと。はい。まあ、放浪って言って、入門した年数っていうのは関係してきますし、阿闍梨をもらった人、あるいは日号をもらった人、防具をもらった人とかいろいろあるわけですよね。だから、僧会に近いものはあった、ということはあります。はい。で、僧会についてはもうこれ過去動画で検証しておりますんで、下の概要欄にリンクを貼っておきますんで、そちらからチェックをしていただければと思います。はい。そしてこの中世の時代ですね。はい。まあ、鎌倉仏教の布教がだん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 進行していく中で、はい。で、師匠、弟子、孫弟子、そしてひ孫弟子みたいな感じで、まあ、そういう布教の流れができていくわけですね。で、そして、弟子が教化したその信者さんがいる。孫弟子が教化した信者さんができるという形で、まあ、だんだん、まあ、今の本山末寺の体制の原型みたいなものができていったということなんですよ。はい。ただし、はっきりとできていったわけではないと。はい。まあ、だから、誰が布教をしてですね、布教したその弟子がいると。あるいは、その拠点の、があって、そこの僧侶が、布教をした、それで、ある地域では、そこで、たくさんの信者さんとか僧侶が生まれて、そこにまた拠点ができるということで、まあ、そこで、本山と末寺みたいな、そういう関係が、少しずつできてきていたと、いうことがあるわけですね。まあ、これが、まあ、日蓮の滅亡ぐらいからなんですけれども、しかしながら、大石寺の門流で本山末寺信者っていうね、この体制を、まあ、はっきりと整備したのは、やはり大石寺旧世日中であるということでありまして、これはね、もう建議抄っていうね、日中建議抄を見れば明らかですよね。はい。そういう文献がたくさん載っております。はい。まずはですね、富士修学要旨に載ってます。はい。日中建議抄っていうのが、ここに、まあ、たくさん載ってるわけですよ。で、いろんな条文が載ってます。はい。日中建議抄、ここから載ってますね。はい。で、まずはですね、61ページ。鉄人の師匠のところは、三世の諸仏、高祖大々聖人のもぬけられたる家っていう、かなり有名な文ですね。1、2、3、4条に載ってますね。はい。これですね。はい。で、読んでみますと、こんなことが書いてあります。鉄人の師匠のところに三世の諸仏高祖以来、大々聖人のもぬけられたるゆえに、師匠のところをよくよく取り定めて信を取るべし。ただ、我が弟子も格のごとく、我に信を取るべし。このところはいずれも妙法蓮華経の色心にして全く一物なり、これを即身成仏というなりとね。まあ、有名ですよね。はい。この 鉄人の師匠の文ですね。はい。まあ、これが一つあります。はい。で、次が62ページに載ってますね。実名、右職、袈裟、守り、曼荼羅本尊等の望みを本山登山して田舎の小生披露し、云々というね。はい。ここのところですね。はい。第8条。はい。ここのところに載ってますね。はい。じゃ、こう飲んでみると。実名、右職、
今朝、守り、曼荼羅、本尊等の望みを本山に登山しても田舎の宗師へ披露し、宗師の追挙を取りて本寺にて免許あるときは仏法の功徳の次第、しかるべく候、直ちに申すときは功徳にいるべからずと。はい。だから、その、阿闍梨号とか、僧侶の阿闍梨号とか、袈裟とか、守り本尊とかですね、曼荼羅本尊とかを、その、直接、本山のホスに願い出ても貴族はないよと。だから、その、田舎の少子、だから、その、松寺の住職の、許可を得てですね、松寺の住職の推薦で、本山に願い出ると、ちゃんと免許をもらって、その、許されて、仏法の功徳はありますよと。まあ、こういうことを言ってるわけですね。だから、その、本山、松寺、信者っていう、はっきりとそこで、その体制をですね、言ってるわけですね。はい。はい。続きましては69ページに載ってますね。諸国の末世の本寺より下校の僧のことということで、これも有名な文なんですよ。はい。69ページに載ってますね。はい。62条のところ。はい。これでございますね。はい。で、これちょっと読んでみたいと思います。諸国の末寺や本寺より下校の僧のこと、本寺の商人の情を所持せざる者、たとえかの寺の重僧なれでも許容せらざるなりと。今やふと来たらん僧においておや。また、末寺の坊主の情なからん者、在家執家ともに本寺において許容なきなりと。これ有名で、ございますね。はい。だから、その、まあ、本山から、その、末寺に下校する僧侶において、その本山の皇室の杖を持ってないものを入れちゃいけないよということを言ってるわけです。あるいはその松寺からですね、あるいは信者さんがその本山に来て、例えば階段の大本尊の開閉を願い出るとか、そういうことがいろいろある場合は、その松寺のその坊主の杖、だから松寺の住職のその天書を持ってきなさいと。そうすれば、ね、今、許されますよ、ということを言ってるわけで、ここではっきりとですね、本山松寺信者の関係をですね、この退席寺九世二中が指南しているということでございます。まあ、他にもですね、いっぱい条文があるんですけれども、まあ、有名なところではこの三つぐらいかな、ということなんですよね。はい。で、結局ですね、この、本山松寺信者の体制を検証していくと、一番のポイントは何かっていうと、退席寺門流の本山と松寺の関係っていうのはですね、階段の大本尊が退席寺にあって、で、唯一一人のケチナク僧正を送電してるホッスが退席寺にいると。だから退席寺が本山だと。で、あとの寺は松寺だよと。いうことで、ここで本山と松寺の関係が決まってるわけですね。はい。だから、その本山と松寺の関係、大石寺を中心とした本山と松寺の関係は、階段の大本尊とケチメク僧正って決まってるわけだから、そうすると階段の大本尊とケチメク僧正を偽作したのは、大石寺九世二中であるわけですよね。はい。だから、大石寺九世二中が、その、有志家見書において、本山松寺信者の関係を指南していると。いろんなところで指南している。今さっき挙げた他にもあるわけですよね。いうこととですね、非常にこれが符合してるわけですよね。はい。だから、まあ、退席寺において、この本山松寺信者の体制を最初に作ったのは、退席寺九世二中ではないかと、いうことになるわけですよね。ここでもうすでに出てきてるわけですからね。それ以前は、どうもそういう文献がないんですよ。はい。で、まあ、大石寺九世二中の時に、まあ、そういう関係ができたわけですけれども、今のように本末関係、本山松寺の関係ががっちり固められたのは、まあ、徳川時代、江戸幕府の集合改め、寺受け制度によってできたわけですよ。はい。で、これでも完全に組み込まれたと。いうことですね。で、もう一般の庶民は、どっかのお寺の、松寺の所属の檀家になったということですよね。で、まあ、徳川幕府はなんでこんなことやったかっていうと、
キリスト教とかフジュスを弾圧する政策に非常に好都合だったと。まあ、これで、私はそのキリスト教ではないと、日蓮宗不二家ではないということを、まあ、その寺受け制度によって証明させたわけですよね。いうことで、まあ、完全に固まったのは、その江戸時代であったということであります。で、もう一つ重大な検証があるんですよ。で、その移籍したらですね その地獄に落ちるっていう、その根拠として出しているのがですね、あるわけですよ。それは何かっていうと、佐渡の国、法華公衆五遍寺っていう文献ですね。で、これはですね、まあ、日光が書いた、その遺文だと、日光の遺文だとされてるわけで、この日光の真筆という文献がですね、北山本門寺に刻蔵されているということが、言われてるわけです。で、この日光のですね、佐渡の国法華公衆と五遍寺っていうのはですね、この北山本門寺のホームページに出てますね。で、この御礼法っていうのがあって、で、ここにですね、白衣が当たり日光上に異文って書いてある。その中に、佐渡の国法華公衆と五遍寺とか、準宗法って書いてあるんですよね。準宗法っていうのは、これ、どこの宗法か。だからかっていうと、日蓮宗の準宗法だっていうんですね。北山本門寺は現在日蓮宗のお寺なんで、まあ、日蓮宗の準宗法になってるというふうになってるんですが、どうもですね、この、日光の佐渡の国、法華公衆と五遍寺っていうのは、非常に疑わしい。これ、おそらく偽書だと いうことになるんですよ。で、このね、佐渡の国、法華公衆と五遍寺っていうのは、いろんなインターネットの写真が出てるんですよね。例えばこういうふうに写真がインターネット上に出てます。日蓮宗が出している歴代法華全書、ここに全文が載ってますね。佐渡の国は法華公衆五遍寺が載ってます。182ページから184ページまでですね。で、ここにですね、まあ、やれ、無間地獄がどうとかって書いてあるんですよ。で、有名なのはですね、ここのとこです。なおなお、この法門は、師弟子を正して仏になり候。師弟子、何も違い候えば、同じく法華を保ち参らせれば候えども、無間地獄に落ち候なりっていうね。そういう文があるんで、これを根拠にですね、移籍したら無間地獄に落ちるぞっていうことをですね、言うわけですよね。で、これはですね、佐渡の国法華公衆五遍寺はですね、この妙観光が出してる法華公印の基礎知識も載ってるんですよ。で、ここにもですね、この佐渡の国法華公衆五遍寺の写真が載ってます。それで、ここにですね、師弟子の筋目って言って、ここに書いてあるわけですよ。で、ここでですね、これをなんか日蓮が作ったみたいなこと書いてあるんだけど、まあ、本当にこれはね、疑わしいことを書いてるわけですよ。で、どうしてこの文献が疑わしいのかと、いうことなんですけどね。まず、師弟の筋目を 地獄に落ちるとかですね、商人の直弟子を名乗ることを執拗に非難してるんですよ。先ほどの佐渡の国法華公衆とご返事ですけれども、本弟子6人を定め置かれて候、その弟子の、今日の弟子は、それをその弟子なりと言わせんずるためにして候、お徳将の人の血も、末の弟子どもが、誰は商人の直弟子と申しやから多く候、これらの人は方々にて候とか言って。結局、その、いろんな自分の、その日蓮の弟子についてですね、いろいろ非難してるわけですよ。師弟の筋を下がったら地獄に落ちる。商人ってのは、その日蓮のこと言ってる。日蓮の直弟子を名乗ってるっていうことを執拗にこう非難してる文が載ってるんですけれども、非常にこれ疑問なんですよね。で、六老荘がいて、それで、私は商人の直弟子だとか言って、まあ、当時はやっぱりほら、その日蓮の直接の布教で、その日蓮に帰依した人はいっぱいいたわけだから、
私もそれは日蓮 その直弟子だっていうふうに言った人はそれはまあいたと思いますよね。はい。まあ、そういうことなのに、なんでこうやって執拗にそれを非難してるのかということがあるわけですよね。で、もちろんこの文献っていうのは、日光が日蓮の後継法師であるという前提で書いてるということですよね。それがあるわけ。でも、日蓮の和の、要するに、まあ、ケチ幕僧正とかですね、二科の僧正っていうのは、それは日蓮の遺文というふうに日蓮書士は言ってるけれども、あれは偽書ですからね。それはもう過去の動画で検証してます。はい。だから、日光は日蓮の後継の法師ではない。六老荘の一人ではあったけども、日蓮の後継法師ではないわけだから。だからそこにそんな指定の筋がどうのこうのって言うっていうのは、歴史的な史実と符合しないというふうに思うわけですよね。はい。もう絶対史実が符合しませんよ。はい。それが大きな理由ですよね。はい。まあ、日蓮が、鎌倉仏教の開祖の一人としてですね、南無妙法蓮華経を広めたわけですよね。で、日蓮の布教で、日蓮に帰依した人がいっぱいいて、それからまだね、あれですよ、まだ100年も経ってない時にですね、それにしての筋目がどうのこうのなんていうのは、明らかにおかしいですよ。そこまでね、教団とか成り立ってないわけだからね。で、しかも、六老荘の門流っていうのはもうすでにできていましたから、そんなところにね、指定の筋目がどうのこうのっていうのは、絶対これは歴史的史実と合いませんよね。それと、大きいのはですね、ここに載ってます。はい。この、佐渡の国、法華経五遍の筆跡なんですよね。はい。この筆跡は、先ほどのですね、この法華経の基礎知識にも載ってますね。はい。ここにも、こうやって、佐渡の国の法華経五遍の筆跡が載ってます。はい。で、この筆跡が果たして日光の筆跡なのかっていうと、これ日光の筆跡かなっていうのはあるわけですよ。非常に疑わしいんですよね。はい。で、まあ、この文献を見ると、ここのところね、ここのところは、かなりの崩し字で書いてあるわけですよね。はい。で、この元寇3年の元寇っていうところはなかなかこうきちんとした字体で書いてある。で、あとここに、これ、白蓮って書いてあるんだもんね。白蓮花押になってるんですけども、これがなんかおかしいわけですよ。はい。で、どこがおかしいかっていうと、筆跡を比べていただきたいわけですよ。はい。で、どこに筆跡が載ってるかっていうと、はい。で、ここの、佐渡の国、歴代法師全書ですね。この最初のところ、に日光の装束文の筆跡が載ってるんですよ。はい。で、ここのところに白蓮花押って書いてあるんだけど、全然筆跡が違うんだよね、これ。はい。これさっきの、この法華経と五遍寺に載ってるこの白蓮花押と、全然筆跡が違うんですよ。これおかしいでしょ。ええ。で、この、きちんとしたこの字体もね、こんな字体っていうのは、どうも日光の筆跡の中にないわけで、これ誰の筆跡かって話になるんですよね。そうすると、これがね、同じく、この同じ歴代法師全書に載ってるんですけれども、太積寺旧世二十の筆跡なんです。に非常に似てると。いうことですよね。例えばここに、これは、一番上の写真は、まあこれも日蓮の筆跡なんですけど、この中に日蓮大聖人って、ここに日蓮が書いてるのがありますよね。この日蓮っていう字体と、このね、佐渡の国法華経集と、五遍寺に載ってる、このね、白蓮っていう、この字体が非常によく似てますよね。はい。で、これ、よく見ていただきたいんですけどね、ここ。白蓮っていうこの花押のところ。これね、
構見た感じですよ。日蓮って書いたところ上にちょんと点が振ってるように見えますよね、これ。どうですか。ええ。本当は日蓮って書いたんだけども、この日蓮じゃまずいからピョンと点を打ったと。こんな風に見えますよね。はい、これよくね、比較するとこの日蓮っていう字体と非常によく似てるんですよ。はい。あとね、この原稿っていうこの字体ね、このなんかきちんとした字で書いてありますよね。この字体もなんかやっぱりこの日蓮のこのきちんとした字体に非常によく似てるということなんですよ。はい。で、まあ、この崩し字はそうですけども、どうも、ちょっと、指示はちょっと、比較はちょっと難しいですけどね。はい、ただ、この、逆連っていう、この字体は、明らかに、これ、日光の筆跡ではないと。はい、そして、どう見たって、これ、日蓮のという書いたところに、ぴょんと点を打った、風に見えると。いうことですよね。はい。なので、どうも、これがですね、この白蓮の文字は日蓮点を、ただ点をつけただけの字に見えるということで、どうもこれ、やはり、大石寺九世日中の偽書ではないかということになるわけですよね。はい。ということで、どうも、このね、佐渡の国、北家甲州とご返事は日光の異文ではなくて、大石寺九世日中の偽書だと。はい。そして、いろんな階段の大本尊や、血脈創造を自宅したのも日中であり、そして、日中が、中家二章で、その、本山、松寺、信者さんというシステムをですね、至るところで、その、指南しているというところを見ると、大石寺のですね、本山、松寺、信者、法華経のシステムを作ったのは、やはりこれは大石寺九世日中ではないかと。こういう結論に出てくるわけですよね。はい。というところで、今回の動画の検証はここで締めくくってみたいと思います。はい。ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見を寄せいただければ幸いでございます。はい。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。